チャオ、日高よしみです。今回はですね、ビーフステーキ、これはオーストラリアの、牛肉ですねを使います。ビーフステーキです。いや、本来はですね、ブロデッタート、子羊のブロデッタートという、料理を本当は作りたかったんですけどもなかなか子羊ってそう手に入らないですよね。ですから今日はちょっと違うんですけど、霜降りじゃない赤身の、牛肉のステーキ用のもの、これを使って、同じような料理を作ってみようかと思います。はい、材料はですね、牛、赤身肉、そんなサシの入ってない方がいいですね。そしてあとが、これに塩コショウをして粉をします。粉をして、そしてこちらが白ワインとブイヨンですね。あと玉ねぎ、ちょっと厚めに切ってます。生ハム、適当にザクザク切ったもの、これがナツメッグと、これ最後に使う卵黄ですね。そしてあとレモン、これを仕上げにちょっと使おうかと思います。じゃあお肉の方から焼いていきます。お肉はちょっと筋があるので、筋のところを少しカットしておきます。筋をカットして、全体に塩、胡椒、裏面にも塩、胡椒。そして今日ちょっととろみをつけたソースを作ろうと思うので、普通ビーフステーキの時は粉つけたりしないんですけども、肉に粉をつけて焼いていきます。フライパンにオリーブオイルを入れて、塩コショウしたお肉に軽く粉をつけます。でよくはたいて焼いていきます。でこれもう強火で表面さっさと焼いてこう取り出します。ブロデッタートと言いましたけども、ブロデッタートってブイヨンで軽く煮たような料理ですね。魚介なんかのブロデットっていう料理もあります。割と家庭料理といいますか、カジュアルな料理ですね。子羊、普通のスーパーでなかなか手に入らないですよね。だから今日この赤身肉を使いましたけども、作り方は結局同じです。表面だけ焼いたら取り出します。さっと取り出しておきます。そして同じ鍋で玉ねぎ、ちょっと厚めに切った玉ねぎを入れて、さっと炒めていきます。玉ねぎを少し炒めて甘みを引き出しますね。ちょっとしんなりしたら OK です。はい、こんだけ炒めていって、そこに生ハムを加えます。はい、生ハムを炒めると香ばしさが出てきますので、この香ばしさを玉ねぎに移していくと、こういう感じです。そこに白ワインを入れます。南條さん、白ワイン今と同じぐらいください。はい、白ワイン入れるとワインの旨味と、やはり酸味がこう加わりますね。はい、もう一杯もらって白ワイン。あそこに直井がいるんで、ちょっと呼んでみようと思います。
直井さんちょっと来て、最近あの本チャンネル、あの直井かわいがちょっと登場回数が減ってきてというのはあの、まあ、アシスタントのね、あの若いのちょっと南條、田中浜田、そして南條池根、あと池田っていうのが今年入ったんですけども、まあ、そこら辺を少しずつやっぱこういうところで慣らしていこうということで、あのシェフたちはちょっとあの控えに回ってますだから彼らが出てるチャンネルはあのサブチャンネルなんで、サブチャンネルの方を見ていただければと思います。はい、ぜひサブチャンネルもいろいろ見てくださいよろしく。はい、ありがとうございます。今日の直井さんの登場はここまでです。はい、こういう感じでですね、玉ねぎ炒めていって、そして今度はあのブイヨン入れます。もうこれはインスタントのブイヨンでも何でもいい、まあ、ブロデッターと、まあ、水分でちょっと煮るっていうことで、玉ねぎと生ハム、白ワイン、ブイヨン、この液体の中であの火を通していきます。それで仕上げに今日はこのナツメグですね、ナツメグってあとハンバーグなんか入れたりしますよね、お肉に合うスパイスです。これとこの卵黄を使ってとろみのあるソースに仕立てていくという料理になります。そうだあとレモン汁で酸味を効かします。ちょっとお肉も少しカットしてみますね。まあ、お肉、まあ、羊をイメージしたんで大体4つぐらいに切ったらいいかな。こんな感じでカットして、じゃあお肉をここで火を通しますけども、その前にこの卵黄の準備をします。卵黄とナツメッグ、そしてレモンジュース、南條さんちょっとこうレモン絞ってくれる？はい、じゃあお肉この中にさっと入れます。入れて肉の旨味をここにつけると、はい、そして卵黄とナツメグ入れます。混ぜます。であとレモンジュースここに入れてください。うん、全部入れちゃって、こういうレモンジュースですね。この卵黄のソース、卵黄でつなぐっていうのはこのブロデタートにも使いますけども、あのフィレンツェの方であのチブレオっていう鶏の内臓を使った料理があるんですけども、内臓とかトサカとか、まあ、レバーですね、つなぎも、そういうものをあの調理して最後に卵黄でつないで、っていう使い方もしたりします。なんかこう癖があるものに関してこうつないで、つなぐっていうか仕上げに使うこともあるみたいですね。じゃあここで入れます。入れたらもうさっさっさっとこうかき混ぜて、はい、こんな感じで卵黄でこう閉じる、こんな感じですね。はい、これで完成です。では盛り付けていきます。そして少しとろっとした卵黄で溶いたソースですね。レモンジュースが結構入ってるんでね、酸味ですごいいい感じに味が締まってます。そしてレモンの皮、まあ、あの皮はこのすりおろしがあればすりおろし、なければの刻んで上からかけていただいてもいいです。周りにちょっとレモンがかかってますよっていうのを分かるように、はい、完成です。試食ですね。試食は、さっきアシスタントしてくれた南條と、人気者ニーナ、この2人に食べてもらおうと思います。私も久しぶりなんでちょっと一緒に味見しようします。南條さん、ニーナさん。はい。はい。はい。あ、ピクル出すのポーズ。南條さんお決まりのポーズで登場です。はい、ニーナさん、このブロデッタートって食べたことありますか？ないです。初めて聞きました。聞くのもね。はい。南條は？自分も初めて食べます。
本来はね、子羊で作るんですよ。今日はの牛肉で一応代わりに作りました。自分も久しぶりなんでちょっと食べてみようかな。じゃあ向こう行ってください。はい。食べましょう。はい。いただきます。玉ねぎとお肉とで卵のこのバランスがすごくいいです、うん、マイルドに仕上がってます。あとレモンの香りもすごい立ってていいなって思います、うんうん、まあ、南條は入ってるものは知ってるからね、はい、酸味が効いてるとか分かると思うけど、うんうん、どうですかニーネさん、こういう組み合わせってあんまり食べたことないでしょ。そうですね、初めてで、この卵のソースも私的には初めてだったので、もうこれも美味しいなって思います、うん、はい。そもそも子羊なんですよね、うん、で羊だと思って食べてもそんなに違和感ないかなって、うん、そうですね。で俺イタリアでね、この卵黄で溶くソース食べた時にあのすき焼きを思い出したの。あ、日本のあの肉をこうつけて食べるじゃない、ね、ああいう感じですごくねちょっとコクのある肉にはぴったりだなっていう感じでした、うん、なかなかいけるぞ。はい、うん、確かに言われてみればすき焼きみたいな、うん、感じはあります、うん、あと隠し味で、まあ、レモンとナツメッグが入ってるから、うん、香りもいいですね、うん、はい、ということです、はい、向こうでちょっとだけ食べましょう、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。すき焼きって卵を通すことによってなんか肉と卵黄の旨味が相乗効果になって口の中でさらに美味しくなるっていう、なんかそういう感じがするんですね。試してみていただけたらなと思います。ではまた、近いです。チャオー。